それまず今の見た限りだから今年のスワローズの優勝を下がり要因は、いやもうバランスでしょ。バランスってあの中継ぎ以降のピッチャーがめちゃくちゃ安定してるんですよ。あ、今年も先発ピッチャーで10勝してるピッチャーでゼロですよね。一番下に行ってるのが高橋奎二とか球場の木澤選手が一番勝ってる。木澤なんか中継ぎやもんな。中継ぎで、うん、そう考えると後ろの石山、清水、マクガフ、うん、木澤、うん、あの辺すごいです。いや俺トークやっぱちょっと失敗したわ。俺はまず野手の方に振ったから村上言うんか思ったら村上がピッチャーの話してるからもう勝てればどうしたいですよ。考えろよお前、役くないよ。お前怪しいやろか、お前が村上に話してえや走ってんだよお前は。その話は勝てればが言うとかやないか。村上が勝てました。何してんの今なにお前。どう考えてもどう考えてもこの年わざわざの村上の大活躍から入るとこやろお前。何が中継ぎの以降もねえよ。さあこっちが補足で言うとこやないか。ほんまねえ、これ一番 NG ほんま心の中で思ってるんですよ。はいね、今年のソロの優勝はどういうことですか。やっぱ村上ですね。ダウンタウンデラックスのお客さん会ぐらいリアクションがいいですけど、いやいやでもマジマジヤシエさんは村上でしょ。いやすごいですよね、ほんまにね。ほんま、コンテストめちゃくちゃ思ってますね。僕が最初の村上って説得力ないないよ。膝の球場のが残ってるわ。最初村上の名前出すと、あ、こいつ見てへん。いやそれをも超えるやろ、今日勝つやろは。どうじゃあ、立山君は。僕は、うん、あの交流戦までは去年と同じだったんですよ。交流戦以降に圧倒的に勝って、うん、で、思いっきり負けて、うん、そこでまた強くなって、うん、で最後、調子合わすかのようにやっぱり引き離すっていうのは、うん、もうやっぱりチームが強くなる証拠なので、これはもう抜群でしたよね。